どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日紹介するのは、セントラルパークと、メトロポリタン美術館両方を紹介していきたいと思います。見て分かる方いらっしゃいますかね。こちらは、ダコタハウスとなっております。そう、ジョン・ネロンがですね射殺された場所へということで、今は観光スポットになっております。でちょうど今私がいるのは、セントラルパークの地図を目の前にして左側アッパーウエストサイドの方からセントラルパークにね入っていっているところです。でこのダコタハウスの方の入り口から行くと、その一帯がストロベリーフィールズという場所になっておりまして、ここはですね、ニューヨーク市がジョン・レノンの功績を称えてイマジンの石碑というものを建てた場所となっております。ここはもう完全に観光地ですね。ぜひ行かれる際は見ていただけたらなと思います。でジョン・レノンということもありまして、ギターを弾いている方がね、私 2,3 回行きましたけども、ほぼ 100% でいます。で今回ですね、セントラルパークメトロポリタン美術館を、ダブルネームで紹介させていただいてるんですけども、メトロポリタン美術館はですね、カンナの撮影が基本的に NG ということですので、注意事項等々はね紹介させていただきたいなと思うんですけども、内部の映像はねお見せすることができないので、ぜひね行ったお楽しみとしていただけたらなと思います。でまずセントラルパークなんですけども、セントラルパークはですね本当に広いです。で観光スポットもですね、小さいのを含めると本当に10以上あるかと思いますので、本当に全部回りたいっていう方はですね、数日に分けて回られることをお勧めします。なぜかというと、セントラルパーク公園内ですので、基本的に移動は歩き、もしくはレンタルの自転車がメインになってくるかと思うんですけども、自転車をね利用して移動できる方はまだハードルが下がるかと思うんですけども、歩きで全部回るってなると本当に疲れます。本当に足パンパンになると思います。ですので、全てをね回りたいっていう、何日かに分けて回られることをお勧めします。セントラルパークも、噴水から、動物園で、メトロポリタン美術館もですね、実は、セントラルパークの中の一部となっておりますので、すべて回られる方はそうですね 2,3 日分けて回られるといいと思います。でセントラルパークなんですけども、観光スポットにはですね、日中は本当に人がたくさんいて安心なんですけども、朝と深夜ですね、本当に人いなくなりますので、観光ガイドにも載ってるかと思うんですけども、早朝と深夜にねセントラルパークに行くことはお勧めしませんので、本当にやめましょう。なんかトラブルになったら大変ですのでね。で今こちら歩いてるのも、こちら橋なんですけども、ここも有名なね撮影スポットになっております。ここから写真が綺麗に撮れるっていうのもガイドブックで見たことがあります。はい、セントラルパークもですね、いろんな映画とかで紹介されておりますので、行ったらね結構感動されること多いかと思います。あの映画で見た、あの海外ドラマで見たワンシーンはここで撮影されているんだと思うこともね、私も結構ありましたので、そういう意味でもね行かれることをお勧めします。で、セントラルパーク自体にですねお手洗い数箇所あるんですけども、一応公園内ですのでね、あんまりお勧めはしておりませんけども、緊急時はもう利用するしかないかなと思いますけども、基本はね利用はお勧めしておりません。で今こちら歩いてるのは、セントラルパーク地図で、目の前にしてちょうど、正面からね
入り口から大通りのメイン通りから入っている入り口となっております。ここも見たことある方多いのではないでしょうかね。ここもセントラルパークの中では結構いろんな映画ドラマで使われている場所となっています。ここもね、私が行った、1回10月とか11月とかに行った時は本当にあの木々も色づいてまして、本当に綺麗でしたね。まあ、シーズンを選べて行ける方はね、ぜひ紅葉シーズンにね行かれることをお勧めします。セントラルパーク自体がすごい色づきますので、そういう意味で本当に綺麗です。で、次にメトロポリタン美術館なんですけども、メトロポリタン美術館は、今年の3月から料金が一律25ドルに上がりました。まあ、上がったって言うとあれなんですけど、今まで完全な寄付でいくらでもいいので寄付してくださいみたいな形だったんですけども、今年からの3月からですね、2018年3月から平均25ドルの入館料を取られるようになりました。まあ、世界三大美術館で1日で回ろうなんてのは絶対無理って、行けば分かるぐらいの大きさなので、まあ今まで寄付で入れたっていうのはね、逆に驚きですよね。まあちょっと高いですけどね、本当にたくさんの作品がありますので、ぜひ行かれる方は、オーディオツアーもありますので、ぜひ行かれる方は聞きながら回られると分かりやすくていいかなと思います。で、メトロポリタン美術館なんですけども、注意していただきたいのは、大きなリュック荷物等々はクロークに預けろって言われます。で、これを言ってくるのが基本的にその入館するとシールみたいなのが渡されるんですけども、それでね、入館の支払いをチェックしているかと思うんですけども、そのチェックしている人は基本的にそれを言ってきます。で、そのリュックも背中に背負ってると言ってくるんですけど、背中に背負わずに前に背負ってると結構スルーできたりするので、リュック背負ってね行かれる方、前寄りにね前背負いにして入られることをお勧めします。まあ、なぜこんなことを言うかというと、そのクロークっていう荷物預け所がとてつもなく並んでます。本当に平気で20分とか待たされますので、時間もったいないですからね、前背にしてそのまま行かれてスルーして入れればラッキーだと思ってください。本当に私クロークで預けろって言われたんですけども、同じサイズのようなバッグを持っている人が本当に前に背負っているだけでスルーして入っていくのを目の前で見たんで、こんなことがあるのかと思って、あの一応覚えておいてください。まあ、大きな荷物を持っていかなきゃいい話なんですけども、やはり観光で疲れることを考慮してリュックで移動される方も多いかと思いますので、一つ覚えておいていただけたらなと思います。そんなこんなしている間に、メトロポリタン美術館に到着しました。これですね、とか、いいですよね。ぜひニューヨークに行かれる際は行ってみてはいかがでしょうか。本日も最後までご視聴いただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。